ちなみにお二人は怖がりなんですか、怖がりじゃないんですか、まあ、霊感あるとかないとか、お化け大丈夫とか。あのうちの奥さんがですね、あのちょっと霊感というか、まあ、見える時は見えるという部分がありまして、なんかこう、まあ、歩いてる時とかも、まあね、こうコロナ禍になる前に旅行に行った時とかも、なんか行ってもこうぼーっと見てる時があるんで、もうあこれは何かいるんだな、見えてるんだなと思って聞いてみると、うんって答えなんで、僕は苦手なので、もうそういう話は絶対にしないでくれとは言っているんで、中身はわからないんですけど、もうヒヤッとしてしまいますね。苦手です。メッセージを意外と2人からいいエピソード2人高橋さん早くメッセージ。すごく美味しいです。違います違います違います。ポニ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